フランコス・キラーリはアルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の男子プロテニス選手。2000年全仏オープン男子ンシングルスでベスト4に進出した。身長183センチメートル、体重80キログラム。ATP ツアーでシングルス3勝を挙げた。6歳からテニスを始める。1994年にプロ転校。1999年4月のミュンヘン大会の 決勝で、アンドレイ・パベルを6-4、6-3で破り ATP ツアー初優勝を果たす。翌年の大会も、トミー・ハースを6-4、6-4で破り連覇を果たした。2000年全仏オープンでは、ノーシードから4大大会自己最高のベスト4に、進出した。準決勝で、マグヌス・ノーマンに1-6、4-6、3-6で破れた。7月のシュトゥットガルト大会の決勝で、 カストンガウデオを破り最後の優勝になるツアー3勝目を挙げた。2000年9月18日付のランキングで自己最高位の11位を記録している。2000年シドニーオリンピックにアルゼンチン代表として出場し、1回戦でカリム・アラミに46、67で敗れている。スキラーリはダブルスの出場はほとんどなく、通算成績は2勝4敗。 4大大会の出場は2003年全豪オープンの1回だけである。2005年10月のエクアドルキとのチャレンジャー大会を最後に現役を引退した。スキラーリの6回のツアー決勝進出はすべてクレイコートの大会である。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退。 Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。